僕がレッスン今までして、あの大人の方にレッスンしてきた中では、うん、苦手な方、苦手な字っていうのがあって、皆さんのそれはですね、こういうこの糸辺とですね、ごんべんとですね、さんずい、あ、この3つが大体共通して皆さんすごく苦手です、うん、ですから、ね、しかもこの中は漢字が多いんですね、こっちに来る漢字が、うん、ですからあとはバランスだけですので、この書き方さえ覚えたらもう半分はもうできたも同然なんですね、はい、ですからぜひ形を覚えてほしいです。はい、さんずい、それぐらい難しいですから、なんか形を自分なりのコツですね、掴んでほしいです。まず絶対欲しいのはここがなんかこうこうなってるんですね。これをまっすぐスパンと切りたいですので、これは糸ではなく糸辺ですので、どうするかというとちょっと難しいです。こう書いて、ここ、この真下からこういう書く、こんなイメージです。はい、でここです、一番ポイントはこれが長いんですね、はい、ここが、ここはこんだけでいいです。もうあるかないか分かんないぐらいですね、はい、そして内側からこのスタートして、この線を書いて、ここが、そうです、今のはここで、ここまで揃ってる感じですから、この分出ちゃうんですね、はいはい、でそういうのを書いちゃうと、例えばこういう女性の名前で香里さんとか書いた時にどん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 横に行っちゃうんですね。もう糸辺がこのもうここで邪魔してしまってますので、もう音楽の音楽の時にどん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 ずれていくとかですね、なっていく、これもちょっとこの辺が苦しい感じになっていきますので、ですからちょっと難しいですけど、こう書いて真下から書くイメージで書いて、ここ、こんだけです。でこう書いた時点でここが揃います。でこう書いて、あの東京都の京で覚えてますかね、上の方に、まあもちろんね、お名前でもありますもんね、小さいが来ますので、はい、この上に行く、上に来てキュッと締めるんですね、こう、こう、ここスパッと切ります。ちょっとここまで書いていただいてもよろしい、はい、書いてみてもよろしいですかね。こう書いて糸ですね、ここでキュッとします。でこの時点でこことここが揃っておくといいですね、大体字はですね、そうすると字の真ん中取れますので、でいいです、これ書いて1、2、3、でこれも2本短く書いて、この辺から長さを変えていきますので、はい、左払いは長くします。で字がこれ下に行っちゃうんですね、もう糸辺とかぶってもいいですから、こんな感じで、次一番難しいです、左払いがさっきのこの字を思い出してください。こう回ってこう、ここはこう回って一気に直線で下に下がる、で抜く、この線が一番下まで来てほしいんですね。これが横ではなく下に来てほしいんですね。ちょっと難しいですけど書いてみましょうか。糸辺ちょっとの直線的な字ですから、ちょっと法則的に覚えてほしいんですね。ここ、こう、この角度とこの角度を揃えると結構狭くなりますので、うん、ちょっと今のはこう、この角度に対してこれがちょっと下に行くんですね。あ、そうするとこうなってきますので、ここをキュッとするとキュッと締まるんですね、うん、で もう一つ一回り上からこの縦線がスタートできるんですね、うん、するとこの同じように書いてるんですけど、この形とこの形ってちょっと全然違ってきますので、うん、はい、この角度、この角度は揃えてください、うん、はい、ちょっとやってみましょうかね。はい、ふわーっといってください、はい、ちょっと下からスタートしてください。スタートしたから、もっと下から、そこからスタートですね。結構下からスタートすると下に下がりますからね、一気に下がってください、うん、直線で下に下がって、下まで直線で下がって、もっと、はい、で抜いてください。いいですよ、そういう感じです、気持ちは、うん、はい、なんとなくですね、この ここにも空間を残しておきたいんですね。で上からスタートしすぎると、ここがこう書いた時に、こう書いた時にここは詰まっちゃうんですね。ですからちょっと下からスタートすると下に下がれますので、一回り下げてスタートしたいですね。あ、そうです、そうです。ではちょっとね、別の字でやりますね。はい、友達の友って書いてみてください、ね、枠の真ん中に書きますね。
はい、どこからスタートするかなんですけどね。そう、もうちょっと左下から、そこからですね、そこからです。一気に直線で、一気にいってください、直線で。はい、縫い止まって抜く。いいですね、見事です。こう書いてちょっと細かいんですけど、今こっからスタートしましたね、こっからっていうのを覚えてほしいんです。なんか一生懸命この線にひっつけると子供っぽく見えちゃうんですね、こういう風に、こういう風に。ですからここをちょっと下に下げて書くことによって下に下がりやすくなりますの で、はい、で字がうまく見えますのでですね。じゃあちょっと別の字でもいいですけどね、例えば失敗、じゃあ役員様とかね、役員、ここもそうですよね、はい、ここもひっつけずに、ひっつけずにこの辺からスタートさせるんですね、うん、こういう字が来たら、またっていう字が来たら全部それをやってほしいんですけど、ちょっとこれもやってみましょうか。前回行人弁やったの覚えてますかね、うん、お、そうです、あ、ありがとうございます、嬉しいです、うん、横向き、下向き、はい、はい、一気に下に降ります、下に降りてください、下に、はい、下まで、はい、ありがとうございます。左払いに右払いは負けてほしくないんですね、うん、はい、じゃあここの部分がちょっと逆に難しいですから、これちょっと説明しておきます。これ結構使えますので、これ覚えると、まず横向き下向きですけど、この間隔狭くしてくださいね、はい、はい、そしてこう書いて、こう書きました、こうしたら今真下に降りたからこうなっちゃったんですね、うん、でどうす、こうするとすごく大きくなりますので、どうするかというと、これはこう来たらちょっと内側に戻してください。どう書くかというと、内側に戻すことによってキュッと締まるんですね。これかなり使えますので、でここからこれぐらいの上も詰めて、この空間開けないように、ここの空間開けないようにして止まって、ふわーっといってペンが回って、この辺からスタートします。で左に負けないように一気にこの辺まで下がりますので、直線で一気に目標にかけてキュッといって抜く感じですね。はい、左右で、これもせっかくなんでちょっと覚えてみてください。こう書いたらこうです。ここになんかボコッと肩を作るんですね、中に入れます、中に入れて、中に入れながら、そのマーク止まらずに、止まらずにいって、止まらずにいって、ストップで跳ねます。あ、いいですね、切れて見えるんですね、うん、かなりこれいろんな字使いますので、また説明しますので、まずせっかくなんでちょっと詰めて、いや、この9っていう字ありますね、まあ関数字とかね、123また やりますけど、関数字の9っていう字書いてみてください、はい、書き順大丈夫ですかね、そう、ね、あ、そうです、結構ねこうやって書く方多いんですよ、こう12って書く人多いんですけどね、ちょっと書いてください、こっち正しいです、1でいいです、うん、はい、はい、はい、いいですよ。大体の方がこう書いたらですね、こううまく書いてもここで下に下がっちゃうんですね、うん、ここの肩をボコッと作ればいいんですけど、あと今字がこう下に行こうとしましたので、思わず下にね行こうとするのが前もねなんかあったと思うんですけど、ついたら斜めに行きますですね。そしてちょっと下から上に、もっと下からこの中心線、横の中心線ぐらいからぐっと上がります。でこっからさらに内側に締めて締めて締めて、止まらずにこうぐっと迫力つけて跳ねると全然変わってくるんですね、イメージが、はい、はい、思わず左払いが下にこう行くっていう癖があったんですね、はい、で、まあ、ここはちょっと極端ですけど、こうしたると字が絶対に子供っぽくなってしまいますので、これがグッていくといいんですね。Q も同じようにこうスタートするんじゃなくて、こうですね、斜めに、はい、左払いって結構いろんなバリエーションがあって難しいですから、はい、ね、ちょっと球書いてみますかね、うん、ついて斜めに行きます、はい、下に行かないようにしてくださいね、はい、で下からこんな感じですね、結構ここ頭出ていいですので、はい、止まって中に入れながら、中に入れながらぐーっとここまで来ます、はい、もうちょっと、もうちょっと、はい、止まっていいですよ、すぐできないですからね、もっともっと、もっともっと絞っていいですからね、ここうん、もっともっとグーっていって、クッとなんか鋭角にカーブするような感じですね、すごく強い字です、思い切りいっちゃってください。元気の弦とかありますけど、はい、1、2書きます、でこれももしどう書いてるかちょっとね
わかりませんけど、普段もしかしたらこれがこうなってる可能性があるんですね。はい。でこれもこうなんかこの辺もちょっと弱くなるかなとかじゃなくて、こう1、2って強く書きます。で短いのがポイントです。これ2本目をでついて斜めに行くんですね。これ強いんです、この線で。次の線が中心線ぐらいに、ちょっと右でもいいです。止まる止まる、ふわーっといって止まる、2箇所止まって跳ねてほしいんですね。すごい強い字です、こういう字が来たら。ちょっと書いてみましょうか。これ結構かっこいいですね、決まると。あ、弦ありましたね、ここにね、弦っていう字が。ああ、で、ここの間が広いですよね。はい、はい、ここがこの線がですね、これがここからこうすればよかったんですね。ここからこう斜めに大丈夫です、変わりますので大丈夫です。はい、はい、ストップ。はい、ちょっと左からもっとこの位置見てくださいね。中心によって結構締めるんですね。もっともっと右側、もうかなり中心か、ちょっと下から、ちょっと下から、もうちょっと右、はい、この辺ですね。はい、はい、斜めにゆっくりさっといってください。はい、いいですよ。で次が思い切り、そう、中心線ぐらいです。ちょっと高い位置から、高い位置から、そう、そこからついて長さ揃えて止まって、はい、ふわーっといって止まって、はい、止まって真上にキュッと跳ねます。あ、そんな感じです、うん、でこの線がとにかく強く書けるようになってほしいんですね、まあ、字のメインですので、この字がパターンが来たら。で難しいですけど、できれば例えばここで水を落としたら、この真ん中の方で溜まるようにしたいんですね。あ、ですから、うん、止まってふわーっといって上がってこう跳ねるとこの辺に来ますので、難しいですよね。いや、書こうと思ってもちょっと、そう、少し広がりましたけど、それをこのコンパクトにこの枠の中で収めてほしいんですね。はい、ちょっと字を書いてみますかね。